フジテレビで放送中の国民的アニメ、ちびまる子ちゃん、日曜後 6.00 で主人公、まる子を演じている声優の TRAKO さん、本名非公開、が急死したことが8日、わかった。63歳、群馬県出身、死因は明らかになっていない。遺族は秘宝をフジテレビと所属事務所に伝えており、葬儀は家族葬で営む、鳥山明さんと時を同じくして、日本アニメ界は大切な存在を失ってしまった。遺族から報告を受けたフジテレビ関係者は、TRAKO さんは今年に入って体調を崩した、と話した。最近までアフレコに参加されていた。とにかく突然のことで、何があったのか、と言葉を失った。今月22日に公開になるアニメ映画、デッドデッドデーモンズデデストラクションにも出演しており、2月末にキャストが発表になった際には、ここまで来たら根性を決めます。私命を懸けて演じますね、とコメントしていた。TRAKO という個性的な芸名、学生時代に、サザエさんのタラちゃんのような話し方だったことから、友人が呼んだことに由来すると言われる。デビューは1981年、アニメ、ウル星やつらの幼稚園児役、声優のイメージが強いが、活動の軸足は演劇畑で、演劇集団、WAKU プロデュースを主催、シンガーソングライターの肩書きもあった。芸能活動が一変したのは、やはり、ちびまる子ちゃんへの抜擢だった。1990年1月7日の初回放送から現在まで35年にわたりまる子を演じているが、実は当初、まる子役は別の声優に決まっていた。2018年に亡くなった原作者桜ももこさんが、自分の分身であるまる子のイメージと違うと再度オーディションを行い、自身の声に似ている TRAKO さんを選んだ。それ以来、独特の声でまる子を演じ続け、TRAKO、まる子、のイメージで国民的な人気者だった。体調の急変と、突然の知らせに周囲は驚くばかりだが、昨夏に受けたインタビューでは、死生観について語っていた。両親が急死だったことを明かし、死は怖くなくなった。天国に行けば、両親や、愛犬、愛猫に会える。天使になった友人たちにも会える。トトロ、自身の葬儀についても、喪服は着ないで、普段会う時、のような服で、と要望し、自分が書いた演劇の脚本を追悼上演してほしいとも願っていた。TRAKO さんは、桜さんが亡くなった際、私がそっちに行ったら似たような声で一回一回おしゃべりしてくださいね、とメッセージを送っていた。桜さんと天国で再会し、どんな話をするのだろうか、ネットの声、鳥山明先生に続く訃報にとても驚いています。TRAKO さんは、声優以外にもテレビ番組のナレーターの活動も積極的にされており、ナレーションであの独特な声を耳にする人も多かったと思います。一般的なテレビアニメの場合、本放送の数ヶ月前くらいの、制作の割と早い段階で声の収録が行われることが多いです。そして、ちび、まる子ちゃんのような長年放送されている作品の場合、余裕を持った制作スケジュールが組まれていることが多いので、完成話数のストック自体があることも一般的のように思います。そのため、ちびまる子ちゃんの放送にすぐさま支障が出ることは考えにくいですが、代役探しが急務になることは必至です。TRAKO さんは聞いただけでわかる他にはない声であったため、難航しそうな気もしますが、ただ一無二の存在を失ってしまったことに残念でなりません。心からご冥福をお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。